皆さんお久しぶりでございます。モナリザクロムです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ここで言うお話ではありませんけれども、ちょっと落ち着きを取り戻しましたので、今日から、チャンネル再開したいと思います。サブチャンネルの方も先ほど動画の収録が終わり、このメインチャンネルのモナリザクロムの方を今収録しております。この間に、レンズ1本2本購入してます。85mmF1.8G になりますね。まあめちゃくちゃ楽しいレンズですね。でかいんですけれども、まあ DF にはね、まあこのぐらいの大きさでも別に問題はないと思います。太いんですよね。長いよりもあんまり長いとちょっとバランスがね難しいんですけども、まあ太いぐらいであればそんなに問題はございません。撮影のスタイルがちょっと変わりましたね。 85mm、 この 50mm よりもうやっぱりその社会深度がめちゃくちゃ浅い、ピンボケを作りやすいんですよ。そこで、今までだったらほぼ開放を使うんです。 F1.8 でもちょっと絞るということをしてます。コマンドダイヤルに、F 値絞りを割り当てています。そして絞ります。まあ風景とかは F8 ぐらいまで絞って撮る。で、設定もですね、今まで A でしたけど、マニュアルの M にしました。モードダイヤルですね。M にして、シャッタースピードを少し上げました。250ぐらいを使うようにしています。まあ犠牲になるのは、ISO 感度になりますけれども、250、125、このあたりを使って、ミスのないように撮影しています。以前だったら60ぐらいでも全然ビクともしなかったんですけどもね、もう無理っすね。うん。すごく楽しい、面白いですよ。まあこの 85mm クラスっていうのは私すごい好きで、 XT4、T3 では、56mm ね、例のレンズ F1.2 ですね、あれを使ってよく作品撮りをしてました。でやっぱり APS-C の換算 85mm とフルサイズの 85mm では出てくる絵が全然違いますよ。同じなわけがないんですよね。例えば今こうやって今 24mm でこのね D780 で撮影してますけども、背景のボケ具合これ24mm です。その前は富士フイルムの XT3 を使って、16mm、まあ、換算 24mm、同じ画角のものを使ってましたが、まあ、向こうは 1.4 ですけどもね、ボケ具合が違いますよね。APS-C はすごい便利ですよ。その野鳥を撮るとかね、コンパクトなシステムで拡大して撮れる。に小型軽量です。でもね、こういう広角でボケを作ろうと思ったら、それはそれは大変難しい。いくら 1.2、1.4 があっても、難しい作業になります。しかしこのフルサイズになると、
それはそれはね、楽しい絵を撮れるわけですよ。もう使ってて楽しい。このね、いつも紹介しているこの本の中に書いてありますね。まあこれは上位機種の F1.4 こいつだ。この F1.4G と共通している設計思想はね、共通している。ボケの雰囲気もナチュラル。いや、ほんとボケいいっすよ。 50mmF1.8G より綺麗ですね。まあ大きくボケるしね。 F1.8 設計であることから利点があるぞっていうことですね。それは、誰でも扱える手頃なサイズ価格になっているということです。とは言ってもね、結構でかいんだよ。こうですからね。そんなね、 50mmF1.8G のような感じではないです。持っててやっぱり大きいっていう感じします。スナップとかにも使えるんですよね。いいっすよ。これ持ってお出かけして好きな絵を撮ってくるっていうのはすごく楽しい。これだけボケるとね、もうやっぱり世界が変わりますね。だから これなんか面白いこと書いてありますよ。絞りを使って重厚感を出す、 5.6 まで絞るということを言ってますね。シャープな画像も撮れます。 F8 ぐらいまで絞るとね、風景撮るのにはいいです。まあ 5.6 ぐらいを使ってもこれだけボケますので、まあ逆にその効果が心地よいと。絞りの効果を多角的に理解したいというねこと書かれてます。まとめとして、使ってみて感じたこと3つ挙げますと、一つは自分で構図を決める楽しさが前よりも広がった。主役が何であり、脇役が何であるのか、どこを切り取って作品にしたいのか、それを50ミリよりさらに深く考えるようになる。で、二つ目はこのボケ味を生かした撮影。これがね、非常に奥が深い。まあ中望遠なので圧縮効果ね、遠くのものをこう見せるということもできますから、そのあたりがすごいこう距離感のある撮影ね、そういったものを撮影する楽しさがあるし、その空気感だとか奥行きっていう表現、奥行きを表現する楽しさが面白い。これが2つ目ですね。それから3つ目はね、色のりがなかなかいいかなと思ってね、気に入ってますね。写真の楽しさはやっぱり単焦点レンズですよね。85mm ぐらいになると、そうではなくて構図を入れるんではなくて、何を撮りたいのか、何を表現したいのかっていうところにこう自分自身が入っていかざるを得ないんですよね。それがめっちゃ楽しいかなと思いますね。まあレンズとしてもめちゃくちゃいいっすよ、これ。もう富士のね、大好きだった 56mm よりも今はねお気に入りですね。ニコンいいレンズ作りましたよ、この 85mm。 そしてね、まあ最新のレンズは確かに素晴らしいけれども、この時代のこのニコールレンズのね、味っていうのはね、撮影すると感じますよ。まあ素晴らしいなって思いますね。これで私は 1.8G シリーズが24、28、50、85と揃いましたね。次は35、20と揃えていきます。そして、コシナ、コシナがね、新製品出しましたよね。これっすよ。で、このコシナのレンズを何本か揃えれば、まあ
満足できるかなっていう感じですね。まあ、コシナのレンズは興味深いね。先にこれ買ってもいいかもしんないな。35ミリを買うか、迷うところですけどもね。ニコンのレンズよりも DF にはコシナのレンズの方がフィットしますね、ということでございます。ご視聴いただきありがとうございました。